ではまず本日の試合の振り返りをお願いします。はい、まあ、なかなかこう自分たちの形というか、まあ、相手がすごい引いてきた中でこう崩してっていうところは難しかったんですけど、まあ、結果的に6点入ったのは良かったです。ではご自身の得点シーンを振り返ってください。切り替えの早い守備から、まあそこのピンポイントであそこに決めれたのが良かったです。今日の結果によりまだまだ5連覇の可能性あります。改めて5連覇への思いを聞かせてください。はい、もう自力でいけるチャンスが多分もうラストだと思うんで、このチャンス逃さないようにあと4節あのチーム一丸となって、あの内容にもあの、まあ、絶対結果もこだわって、5連覇したいと思います。次節の対戦相手アイナック神戸、カップ戦も決勝で当たっていますが、次節への意気込みお願いいたします。はい、本当に、まあ、上手なすごいいいチームですし、あの簡単な試合にはならないと思いますけど、あの自分たち、まあ、優勝するためにしっかり、勝ちにこだわってやっていきたいです。